な。うん、感じ、あの発音がダメね。はい、それでいいよ。はい、どうぞ。A を正の定数とするときは。 A を正の定数、あ、同じですかね、定数とすると。はい、ゼロ、ダイナリーイコール、ね、小なりイコール、そういうことあるんですね。はい、X 小なりイコール A ですね。 A、はい、における2における関数、はい、y イコール x 乗マイナスの x プラス1について。それちょっとゆっくり言ってよ。 x 乗 x 乗マイナスの x プラス1、うん、について、うん、最小値と最大値を求めるという問題です。で、これがなかったらいいですか皆さん。これがなかったらこれのグラフ書けばいいだけですね。ですね、いいですか、いいですか、修士さん大丈夫、わかんない、ちょっとずれて見てみる、全然いいよ。そしたらまずこのグラフを書くんですが、このグラフはこうなることはわかりますか、わかりますね、交線がわからん、これを半分にして事乗して、あ、すいません、まだありますよ、微調整がいりますよ、マイナス4ですよ。で、あ、わかってますね、嬉しいですね。で、こうなります、これいいですね。で、お前、周さんわかる、これ、あ、分かる、大丈夫、グラフ平方完成できる、初めてあったけど。で、こうしましょう。そしてグラフを書きます。で、じゃあ一応セーラングに聞きましょう。はい、これどっちに行くんですか。右に行くら右、ほう、はい、で、上下どっち、下に行くらですね。はい、バイセップ。おお。ということで、この辺は共有してますね。わかります。おお、すげえ、わかってる。そして、今からいきます。0から A までにおける最大最小でございます。困りましたね。何もなかったら最小値はここです。最小値はこのマイナス3ということで、最大値はなしですね。ずっといきますから。数えられない。じゃあ、問題は0から A です。あ、そっちもいいですよ、これ。もう一度言いますね。これこうやってグラフ化、こうだけはやりましたね。そして0から A における最大最小を求めます。最小値はここで、最大値はなしですね。それは分かってます。そしたら問題は A ですけど、どう答えるきり A、 A じゃダメ、高い低いじゃダメ、うん、分ける、どう分けると4つ、4つに大丈夫、どういうふうに分けて4つって、何を4つに分けるの、範囲、うん、何の範囲、 A の範囲、おお、いいね、 A の範囲をどういうふうに分けるの、どういうふうに、その、はい、そうだね、だからもう手動のモードですね。でその時どうするかというと、まあ、A がじゃあ仮に、あ、じゃあ4つということを尊重して4つ書きましょう。もうなんかいっぱい書きます、こういう時は。インターネットコンピューター便利ですよね、コピーできますからね。はい、そしたら今これが2でございます、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 4つって彼が言うからそれを尊重しました。したらまず A がこの辺になったとき、2より小さいとき、 A が、だから要するにどういうことかって、 A で倍分けするっていうのは0から1になるかもしれない、0から3になるかもしれない、0から7かもしれない、0から100かもしれません。だから A が旅をするんです、終点が、終点が旅をします。いいです、わかります初めてやね、終点が旅をします。だからどうするかというと、 A が2より小さいときと2より大きめの時と、まあ、ひょっとしたらこれと同じになる時、そしてあとはずっと伸びていく時と、こういうふうに考えるわけですね。で、二次関数のはこれ対称軸って言ってますけど、対称なのでここがこことここの値は、今 y 切片は、ちょっとこう縮尺悪いですけど1でしたけど、ここ1になる値はいくらだと思います？こ
これ1ですよね。でこの、この1になるこの値はいくらだと x の。ね、聞こえなかった。よかったよ。4。なぜ4って分かったんですか。対称。対称。まあ、だから、これが2だからこれ2だよね。っていう、これがね、ポイントなんです。誰も言いません。誰も言わないけど、これ4です。ということは、まず、A が4の時と、A が、まあ、正だから、でも A を正の点数ってことは、0より大きいの2より小さい時。でこれこう来ると4より小さく2よりこうだけど、ここに2をどっちか入れないとダメだよね。イコールがないと2がのけものに合うので、じゃあこっちに入れましょう。あ、20の5につけましょうかね。どっちでも構いません。そして最後、4より大きい 4より大きい A の時というふうに分けます。まずここの工作をします。工作をします。で、まあ鳥の時とだから、まあ、美術部だったらいいんでしょうね、はい、こうなりますね、はい、でそうすると最大値は、最大はまあどうするかなんですけど、まずその前にこれを関数というのをこういうふうに置き換えます。 fx とfx イコール x 次乗マイナス 4x プラス1で、この fx の x って f っていうのは意味が不明なんですけど、ファンクションという関数という意味、 f フーション、あ、すいません、 google さん合ってますか、このファンクションって。今日は google さん来てますかね。 fun 合ってますね。これぐらい大丈夫ですね。ファンクションです。で関数です。 fxx 次乗マイナス 4x プラス等くって書く、これ便利です。そうするとこうです。0から2の時に最大はここです。最小はここです。だから最大値は M は最大値 M は F0 です。これでどういうことか、 X に0を入れた時っていうたったこれだけでも全部これで全部完結するんです。これを一つ置いてやるだけで魔法ですね。0を代入したときです。F0 は0を0入れたら1ですね。だから F0 で1。で、最小値。最小値は大体スモール m を書きます。そうするとこれはここだから FA となります。A を代入した。A のときですね。だからこれはどうなるかというと、A 次乗はマイナス 4A プラス1ということになります。これ入らない。つらいですね、はい。こうなります。ちょっと色を変えて、ちょっとします。で次ですね、この時です。この時は、最大はここで、最初はここでございます。ここはどうしてもここまで来てません。ここまで来てません。だから、最大値は、M イコール F1。で、スモール M イコール、これも FA ですね。ちょっと省略、省略します。で、その次ですね。A イコール4のときは最大値は2つ出ます。 F1 と F4、 あ、すみません、 F0、 すみません、あ、危ない危ない、最大値ちょっと書き直し、これ取り直し、今失敗しました。毎回失敗しますね。もう一度いきますよ。この時ね、最大 F0 ですね。0を代入したときです。だから最大値は M イコールF0、 すいません間違えました、 F0、 0を入れるとこですね、ごめんなさいね、0ですね、ここですね、いいですね。で最小値は FA、 F1 ですね、 F、 ごめん、2ですね、 F2、 F2、 2を入れた時は最小値ですね、 F2 こうなります。2の時が最小、0の時は最小、こうなります。そうですね、この時は A でこっちは0ですね。で次で A が4の時、最大値は F0 と F0 ですね、と F4 が等しくなります。で最小値は F2 です。これは変わります。で4より大きいときは、あ、すみません、最大値は2つ、最小値はここです。でこっちは最大値はこっちに変わります。 A のときに変わります。で最小値はこれです。だから最大値は FA、 最小値は F2 と、こういうふうに、こういうふうに書いて答案が完成でございます。で多分これで15点ぐらいになります。
あ、見えますか、大丈夫ですか、疑問点ありますか、光線君大丈夫、簡単、いや普通ですね、メモってくださいね、で解いてみてください、解いたいです、じゃあこれメモって解いてもいいです、そこの類題とか解いてもいいですし、今日は的確次がありますのでメモってください、あ、はい、どうぞ、あ、それだけというかね、F0 の値を書いて出してもいいです。これ1だから1、これ、これも1、これはこの式を入れてもいいです。だから全部この先書いても結構です。書かなくてもいい。あ、書いた方がいいです。書いた方がいいです。書いてください。入らないから手を抜いてもらいます。疑問点あります？おしゃれな質問がありまして、これが、F0 は全部一緒じゃないかと。だからここはちょっとまずいです。2つあるから、X が。だからこれを合体して最大値を0を A4 の時最大値を F0 って書いてもいいですかっていうのは構いません。 OK です。こうセットにしてます。であとこれとこれですね。でそうなると最小値もこれで大丈夫ですね。 F2F2F2 だからここを全部セットにして M イコールF2 イコール、あ、すいません、これはどうなの、 F2 というのはマイナス3だからマイナス3とか、だから、これはこっからだからこっからというのは2か、だから2以上の時、こういうふうにセットにしても良いわけです。ですか、2以上の時にこう全部まとめてもいいですけど、まあそれはお任せです。ただ問題はですね、参考書によってこれまとめてあるから頭が大パニック、自分の作った答案と違うのが出